ジャパナビ、もう一つの夢の旅、誰でも気軽に行ける鉄道の旅、九州縦断ロマン紀行第一章。わあ、九州来ましたね。来ました。はい、来ました。ああ、来ました。あれ、僕だよ。あ、こんにちは。あ、こんにちは。こんにちは。どうも。あ、これ。何これ今。うん、これは、この子は今ギャップナンバーワンの人気者のキャラクターのくまモンです。日本九州熱烈欢迎各位光临。これ日本語ではないですね。違う、香港から来た。これのもしかして香港人来たらこんな感じなの？はいや、特別サービスや。サービス？はいや。嬉しいわ。ありがとうございます。ありがとうございます。出発しましょうか。はい。じゃあこれから九州出発します。ありがとうございました。後半さんも。ありがとうございます。皆さん、どうぞ。Thank you。わあ、福岡気持ちいい。福岡空港、いいね。じゃあこれからどこ行きますか？これから熊本へ向かいます。おお、どうやって行きますか？新幹線でございます。おお、まやわ、またちょっと遠いところ行って新幹線乗り換えるの？ No。 え、福岡空港は超有名。何がかというと、はい、ここからたった2駅で福岡のど真ん中に着いてしまうんです。レンゴちゃんだ。ほら、そうです、開拓空港と同じです。あ、昔の開拓形状が懐かしい。道の真ん中ですね。じゃあここ福岡開拓空港ですね。その通りでございます。復活しました。復活しました。嬉しい。おめでとうございます。じゃあどうやって行くの？ここから今国際線ターミナルに到着したので、国内線ターミナルに移動して、そこで地下鉄に乗ります。そこからたった2駅で福岡の中心に到着いたします。いいですね、はい、時間たっぷりあるから。ヤムゴチャー、ちょいチェンゴ脚大腕もの動作、行きましょうか。ダメです。なぜなら新幹線の時間があるから。はいよ、はい、また行きましょうか。行きましょう。じゃん、ゴー。喂、ガムさん、喂、あ、この後ろ姿は、あ、おやが超人気者だから。あ、うわ、すごいよ、乗ってきたよ。あはははすごい、元気だね。あ、元気だね。ベシーや、ベシーや、ベシーや。動物だから、動物だからいいんだよ、ベシー。もう笑っちゃって、もうおかしくて、もう笑っちゃった。おかしい、こんな動物だ。あ、出発だ。あ、寂しい。出発だ。行ってきます。出発します。出発だね。あ、寂しい。あ、出発寂しくないよ、出発だから。かわいい。まだ降ってるよ。本当にかわいいよ。無料シャトルバスに乗って約10分、国内線ターミナルに到着です。あ、地下鉄。わっていはて、福岡香港じゃ。バタトンは、もうバタトンは。不用了、バタピンもだろ。はい、はい、もう、うわー、はい、バタトン。いや、もうね、マイフェイが、まあ、どこだったっけ。こっちの地下鉄だって言って。あ、おだよ。あ、こっち。トワンドンは、頑張れ。どんやい、福岡空港。はい、そこから1、2、博多というとライミンレガーラーメン。ラーメン有名だね。有名ですよ。行きましょうか。行きましょうか。その前に、うん、まずは切符を買ってください。大丈夫。わ、電話レレ。わ、わ、ガブンドハイヤー、ガブン。ザウラー。福岡空港から地下鉄に乗り、たった2駅、福岡の中心地博多に到着。ここで出発前に知らないと損、必殺日本丸得情報大捜査。九州地方東西南北自由自在、バス1枚で新幹線を含むほとんどの鉄道が乗り放題。期間は3日5日間の2種類。もちろん期間中は乗れば乗るほどお得。福岡、湯布院、別府、熊本で遊ぶなら北部九州パス、鹿児島まで行く人は全九州パスから選択可能。ただしこの丸得情報は外国人観光客と外国永住権を持つ日本人しか利用できません。個人旅行の皆さんは知らないと損、損、損。博多と鹿児島を最速1時間19分で結んでいる鉄道は今話題の九州新幹線。それでは早速、全九州パスを使って九州新幹線さくらへ乗車。最初の目的地は
熊本です。唔系广州啊，九州啊，我哋去九州啊。唔得咩？哇，このなんか新車の匂いがするここ。そうです。九州新幹線は2011年3月に全線開通いたしました。じゃあどこからどこまでですか？福岡から鹿児島まで。おお、じゃあ何時間くらいかかりますか？1時間半。じゃあ車運転するともっと高くじゃん。そうです。遠いよ。よかった、新幹線乗ってって。あ、見て。なんかディサがいいねここ。木ですよ。この上品な優雅な空間、まるでファーストクラスみたいな。似合うね。まあね。そうだね。しかも持って。はい、いくら倒しても。おおおお。後ろではね、邪魔にならないんだ。後ろの迷惑になるからやめなさい。見てよこの空間。まあね。そうね。見て。広すぎない？ここまで伸ばしても大丈夫。そうだよ。だから旅の人ね、ここにね、荷物置いてもね、余裕があるの。そうだね。まあ荷物は上に上げた方がいいけどね。上に上げて、内装だけじゃなくて形もどんどん進化してるよ。マジ？うん。例えば鼻がどんどん長くなってる。そうだよ。風の通しもっと良くなったね。速いスピードを出せるんだよ。あ、そういうことなんだ。もちろんだよ。鼻とか長くどうすんのよ。長くしたいのかなと思って、かっこいいじゃん。そういう設計がね。宇宙船みたいで。ガンガン進化してるの。おお。急に目が輝いてるね。ね。詳しいの？僕はもっと知ってるよ。何が？日本の新幹線はね、一番上からね、青森から下、鹿児島まで、もう開通してるよ、今。おぉ、その通りでございます。すごいね、よく知ってるね。日本中断の旅ができますよ。おぉ、すごいね。そろそろ降りるよ。まあ、なんか1時間半で行ってたでしょ。熊本までは30分でございます。くんぱげ？はい、いやー、だから、はい、もう片付けて、優雅な時間は終わりました。はい、じゃあ。博多駅から40分弱。熊本駅に到着。九州最初のディナーは熊本市内のこちらのレストランです。食事の時間です。さん嬉しいわ。熊本といえば馬刺し。馬刺しいいね、はい、この馬刺しの特徴を教えてください。ごわ、うーん、馬刺し赤くて、白くて、緑くて、黄色くて。店長、はい、この馬刺しの特徴を教えてください。はい、これこの馬刺しはカナダ生まれの熊本育ちになります。カナダ生まれの熊本育ち。ハーフやん。ハーフではない。カナダで生まれて引っ越してきて熊本で育った。へえ。で、熊本の草を食べて空気を吸って。そうですね、感じ、はい、健康になる。熊本馬ですね。そうですね。熊本ってみんな馬刺し食べますか？馬刺しはよく食べます。食べる、はい、でも珍しいですよね。そうですね、日本でも熊本以外はあんまり食べないと思います。あんまり聞かないもん。でも熊本といえば、うん、馬刺し。そうですね、ちなみにこの馬刺しのプープーの名前は何ですか？これは馬の桃になります。桃。桃。赤い。はい、赤身ですね。赤身の桃ですね。すごく赤いですよね。さて質問があります。はい、じゃあ魚みたいで一番なんか高いところはありますか？はい、あります。トロみたいな、まあ、マグロというのはトロみたいなところがあります。へえ。ちょうど馬のあばら骨のところですね、はい、このあばらの骨のところになります。あばらの肉のところが一番高いです。霜降りの馬刺しになります。霜降りだ、はい、霜降り。そう、お肉だから。ああ、馬ってこの全体食べれるんですか？そうですね、いろいろ食べれます。いろいろ食べれる、はい、で一番高いところが霜降り。そうですね。じゃあやっぱり刺身だけですか？他のやり方ありますか？焼いたり炊いたりしゃぶしゃぶとかですね。馬の焼いたりとか。焼いたりということは焼き馬肉。そうですね。でしゃぶしゃぶ馬肉。しゃぶしゃぶもできる。で馬刺しもできる。馬刺しもできる。じゃあちょっと食べてみよう。いいなー、羨ましいなー。何食べないの？そうだ、僕も持ってくるんだ。そっちにあるんだよ。なんだ、おかしいよ。生姜入れてね、嬉しいな。でもこれこのままお肉の味がわかるよ。これね、ちょっとつけてね、うん、食べましょう。つけて、いただきます。あ、爽やか。柔らかい。なんか激しい味ではないですよ、うん、柔らかい味ですね。柔らかい味、うん、なんかこうちょっと癖があるのかと思ってたけど。いや、ないですよ。ないですね、はい、甘い。なんか羊のでかいなんか、うん、なんか匂いじゃなくてね、なんかこうソフトなんです。なんか草原のようなお肉。そうだね。なんかで牛とか豚とかとは全然違うよね。これ全体的には何の料理ですか？
これは熊本の特産料理ですか？これ熊本の郷土料理になります。郷土料理、うん、熊本の地元料理ばっかりがです、ね、あ、じゃあもっと地元のもののこと知りたいな。このレモンいや、それレモンじゃないですよ。それあの熊本名物のからしレンコンになります。からしレンコン、レンコンの中にですね、あのからし味噌が詰まって、それ詰めてそれを油で揚げてます。ほうどー、ほうどーでごーから。どう？あ、辛さちょうどいい。あそこまで辛くないですね。あ、辛く、うん、思ったほど辛くない。あ、そうですか。美味しい。 ありがとうございます。これ全部食べると熊本地になりますか？なれますよ。なれる。どんどんたくさん食べてください。やったー。いただきます。熊本郷土料理一番。来週は、わー、好長いよ、ビーン。鼻見て、頭鼻が咲いてるよ。ほんとだ、ほじほぐちよか、面白いお花です。わー、しっかり作ってるね。ジャパナビ九州縦断ロマン紀行、来週もお見逃しなく。視聴者の皆様に番組からプレゼントのお知らせです。今週の三重県での夕食は伊勢名物の何？1番伊勢ガニ、2番伊勢鶏、3番伊勢エビ。正解者の中から抽選で三重県根室の里ホテル&リゾートよりオリジナル松阪牛カレーを2名様にプレゼントいたします。応募用紙は www.jptime.tv 番組ホームページに掲載しています。締め切りは2012年2月5日午後17時。当選者は2012年2月12日に番組および番組ホームページで発表いたします。皆様からのご応募どしどしお待ちしてます。番組の特集内容やもっと詳しい情報は放送終了後に番組ホームページに掲載されます。アドレスは www.jptime.tv。 アクセスお待ちしています。また来週お会いしましょう。素敵な1週間を。